はい、皆さんこんにちは、前衆議院議員の長尾隆です。今日もよろしくお願いいたします。今日はお礼とご報告ということでお時間を頂戴します。3月20日、大阪におきまして、長尾隆君と日本の未来を作る会、政和政策研究会、安倍晋三会長並びに自民党政調会長高市早苗先生ツートップお越しをいただいて、本当に盛大に開催させていただくことができました。ご協力をいただいた皆さん、また高い会費を払い、また遠方からもですねお越しをいただきました。さらには出席はできないけど会費だけ払うよという方々も、なんとお礼を申し上げていいやら分かりません。ボランティアの方々にも40数名お越しをいただいて運営していただきました。まずは無事終わりましたこと、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。長尾隆事務所の財政基盤も数ヶ月は持つかなと思っております。東京だとかちょっと福岡だとか、北海道だとかでもちょっとやってくれっていう、そんなお問い合わせ、お声がもうたくさん、頂戴しましたが、今のところちょっと東京では近々、実施のご報告ご連絡ができるかなと思っております。この日は文化人放送局で独占生ライブ配信をさせていただきました。ちょっと映像がですね遠くて声もあんまり聞き取れないっていうお声も頂戴しました。この動画放送中の段階で当日違う角度から、だいぶ演台の人の顔が見えるような角度の動画、あと、より聞き取りやすい音声データもありますので、でここにですね、始まる前、始まった後、ちょっと私 のオフショットも入れ、あと、1時間5分、6分、7分ぐらいの間、私 の副音声もちょっと入れてですね、おそらく24時間以内ぐらいにはこのプレミア配信をさせていただけると思いますので、お楽しみにお待ちいただきたいと思います。出版記念パーティーも兼ねました。永田町中国代理人、3月17日に出版いたしましたが、なんと産経新聞さんがすっごい広告を出してくれました。産経新聞出版社さんですね、一面の社告と並びに、私びっくりしたのは、昨日の産経新聞のこのどでかいですね広告、本当にもう私もびっくりしました。広告出すよということは言われておりましたけれども、こんなでっかいやつでね、ちょっと反対側はなんと石原慎太郎と日本の青春ですよ。もうこのバランスの悪さといいますかですね、ちょうど今お客様がいらっしゃいました。すいません。全国の書店で好調に売れているという連絡も頂戴しております。アマゾンのカテゴリーでは二十数日間ずっと第1位、そして全ての出版物の中で、昨日はなんと第8位まで
もうなりまして本当にありがとうございます。まあ、パーティーでも申し上げましたが、もう私はジャーナリストでもなく大学の教授でもなく著述家でも、ありません。ライターでもありません。ただですね、まあ、やっぱりこの題名でほとんど9割題名決まってんのかなと、思って、おります。もうすでにお読みいただいた方からのアマゾンの、まあ書評もね、たくさんいただいております。やっぱりいくつかお問い合わせ感想でいただいたのは、暴露本にならないようにしようということはだいぶ配慮いたしました。かなり の固有名詞や個人様の名前が議員を中心に出てまいりますが、今まで私が情報発信をしたことで、やはり政治家の情報発信力っていうのは本当メディアと比べるともう本当に小さい小さいものですので、今回は出版という形でお力をお借りしたということです。まあね、専門家から言わせると本当に稚拙な文章と分析だと思います。ただ私の力ではなく、もうあらゆる方々のお力添えでここに書いてある機器をですね、皆さんと共有できる、まあ、そういうことで引き続きまだご購入でない方はよろしくお願いいたします。さあ、そして最後にご報告であります。文化人放送局さんで、勝手連的に署名運動と募金運動をしていただきました。昨年の12月、そして今年の1月の2ヶ月間でありましたが、署名については約1万6000の署名を選対委員長代理の西村康稔衆議院議員事務所にお持ちし、遠藤委員長にお届けをさせていただきました。果実ですね。そして懸案の募金であります。本日3月22日私の政治代表を務めます政治団体に無事ご入金をいただきました。本当に心苦しいのは募金ですので、どなたからいくら頂戴をしたのかで、それに対する、まあ、領収書も含めたお礼の気持ちをですねお伝えできておりません。100円500円1000円の募金も一番実は多い方で50万円という方も、いらっしゃったようで、あります。本当に個別にですねお礼をできないということが心苦しく思っております。大切に使わせて、いただきます。おさまきながら御礼とさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。本当もう幸せ者であります。ありがとうございます。でこの募金のですね会計上の処理で、まあおそらくあんまり長尾隆が好きじゃないとか、あるいは長尾隆の政治活動を好意的に思ってくださっていない方々からもたくさんのお問い合わせをいただきました。つまり領収書も出してないのに、それって受け入れた時点で政治資金規正法違反じゃないかという、まあ、ご指摘であります。調べました。募金という形でやっていただくというのはもう文化人放送局の周辺の方々が勝手連的にやっていただいたんで、まあ、私はそのご厚情を本当承知した上で甘えさせていただいたんですが、まあ、まさかまさか
その700万円近く募金が全国の皆さんから集まるとはちょっと思っておりませんでしたので、途中からさあこれちょっと会計処理どうしたらいいのかなと厳しいご指摘をいただいた皆さんと同じ認識を持っておりました。まあ、例えば募金っていうのはですね、まあ、何月何日会合をやるから受付のところに募金箱を入れておきますので、お帰りの際にはぜひこの活動を支援するためにですね、小銭をちょっと入れてってくださいねっていうことで、蓋開けてみたら5万円だった6万円だった、まあ、これは募金という形で普通に会計処理ができるんです。ただその日何時から何時まで、あるいはこの日から3日間限定とかいうような形の範囲内っていうのが募金の定義の一つらしいんですね。ただ今回はもう2ヶ月にわたる話でありますし、ちょっと金額が金額でございましたので、うちの会計担当、まあ、もちろん私も承知の上ですが、あと文化人放送局の皆さん、あと税理士の方々、そして自民党の党本部の、まあ、法務担当にも確認をいたしました。しっかりと運営会社の方から運営会社が手数料をお取りになって、その残額をですね、文化人放送局さんが受け取る形にして、で文化人放送局さんが、まあ、税制的な処理をして、で文化人放送局さんが、私が代表を務める団体にご寄付をいただいて、でその金額を文化人放送局さんに領収書として、会計処理をすると、まあ、こういう段取りを取らせていただきましたので、まあ、いろいろと本当にご心配をいただいている方々、あるいは長尾なんかやらかすんじゃないかというふうに懐疑的に思っていらっしゃる方々、様々だと思いますが、ちょっと長くなりましたけれども、とても大事なことですので、これは少々お時間を取って、本日こちらにお伝えさせていただいた次第でございます。まあ何はともあれ、無事パーティーも終わり、出版記念パーティーも終わり、そして署名運動、そして募金の、まあ、運動も本当にご支援ご厚情をいただきました。本当にありがとうございます。引き続き文化人放送局さんの方で、署名運動については今ももう約9000、もうすぐ1万人プラスアルファですね、頂戴しております。でこちらはお名前とご住所と、そして、まあ、任意ではありますが、できれば今後つながりやすいという意味合いで、メールアドレスも頂戴して、引き続き長尾隆の支援の輪を広げる、そして全国の皆さんとつながっていたい、こういう形でですね、継続していきたいと思っておりますので、引き続きのお力添えをいただきますよう、最後に重ねてお願いを申し上げまして、お礼とご報告とさせていただきたいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。失礼いたします。